ねぎらいたいな。ねぎらいそうなもんないかな。保育園か。ドアも開くな。どうも、晩酌妖怪ヒコロヒーです。ねぎらいたいんですけど、ねぎらいたいんですよ。ちょっとねぎらわないと。ねぎらわ、あ、若い女たち。晩酌妖怪ヒコロヒーです。こんにちは。人間をねぎらわないと妖怪としての徳を積めないのでねぎらいできました。ありがとうございます。じゃあちょっと晩酌させていただきますね。お邪魔します。うわ、子供たちの片鱗がすごいよね。バイーン。ねぎらいたくてしょうがなかったのよ。人間界のさ、人たちをさ、よいしょ。おお、グリーンピース無理？いや大丈夫。本当？はい。召し上がれ。これ何さんと何さん？板倉です。板倉さん。はい。田村です。田村です。田村。はい。田村。今日は何杯目ですか？一杯目です。一杯目ですか？これはしみるぞ。はい。どうぞ。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。美味しい。うまいやろ。うまいやろ。食べ方もうまいね。美味しい。今日は人間界の疲れている人をねぎらわなあかんくて、僭越ながらやってまいりました。ありがとうございます。やっぱ保育園っていうのはもうエネルギーの押し付け合いでしょう。どうですか？子供からの。そう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 。今日は一日意外と特に疲れました。どうして？散歩に行って、
ちょっと一人もう歩きたくなくなっちゃって子供が、はい、うん、20分片腕で抱っこして歩きました。嘘、泣きたくなった。慣れました。慣れたの、偉いね。そう、板倉さんは？私は保育士じゃなくて、うん、調理師で、そうなんですよ。この赤子たちにあげるその飯を作ってる？作ってます。ここで作るの？そうですね、はい。普段は何時に来て飯作ってる？7時に出勤なんで、6時半とかに保育園に着いてって感じです。準備してみたいな。で、何時に寝るの？寝るの10時とか11時とかです。早いよ、それ。何時に寝るんですか？寝るの、はい、ヒコロヒーさんめっちゃ寝てる。結構寝させてもらって、いや、でもそんなこう、こういうのじゃないもん。あの赤子はさ、コントロールができへんの。そう、我がでコントロールせへん、我がのことを。うちらの仕事の人たちはまず我がをコントロールしている人たちが大前提やから、ちょっと大変よな。飲め飲め。一番大変やった日とかのこと覚えてる？あの日はねーっていう。泊まり保育。泊まり保育。おー、わしもやったことある。うん、大変ですよね。大変。毎年あるんで。そうよね。何が大変？わし楽しかった記憶しかない。あ、そうですか。わ、うん、ーってみんな楽しんで、うんうん、もう、あ、時間寝る時間だねみたいなってなった後に、その子供が、あ、楽しんだ後がそのまま残って、ね、それを片付ける、もうグズグズなってる。あ、この現場が片付ける保育士たち、現場のガチャガチャってなるのを正すとかが大変なんか。大変ですね。なるほどね。ねぎられてる？はい、美味しいです。美味しい。あ、でも作ったろ。今私26歳なんですけど、うん、職場で結構私より若い、うん、先生の方が多くて、うんうん、あんまり後輩が得意ではなかったんですけど、うんうんうん、どういう風に後輩と仲良くなったらいいのかなって思うことはありますね。ほう。でもたまにいますよね、なんかその先輩の方が得意とか、うんうんうん、後輩の方が得意な子もいるし、すごく仲良くなりたいけど、なんか今誘ったら迷惑かなとか。あー、なるほどね。行って先を読んじゃうんや、うん、読もうとしちゃうっていう。なるほど。じゃあ2人仲良し。でも年下なんですけど、はい、私は先輩なんでぐいぐい行けますけど。あ、なるほどなるほど。下の子にはやっぱりこうなっちゃいますね。なるほどね、はい、じゃあ板倉はやりやすいんや。うん、あ、だぐいぐい来てもらえると。ぐいぐいってどうやって行くの？この前テレビ見ましたみたいな。ああ、いいね、はい、かなりどうでもいいもんね。そんぐらいのことを言ってくれる方が分かる分かる。この仕事だと仕事終わりに飲みに行こうとかご飯行こうとかあんまないから、なんかもうその誘うのにも大緊張みたいになっちゃう。あ、でもほんま行きたい。したい。お、できてるやん今。本当にね、念願叶ったり。本当です。あれな、妖怪って出会ってみるもんだな。ありがとうございます。ちょっとぶしつけなこと聞きますけど、あ、晴れた晴れたとかはやってるんですか？やる時間あるんですか？ない。ない。やりたい。晴れた晴れたやりたい。まあ、ルームシェアしてて、う、友達と、う、その友達が、う、彼氏作った。うわ。もう、まあ、3月ぐらいからルームシェア始めて、5月に作ったんですよ。私もう狂いそうになってた。あの、そのルームシェアしてた女の子がその恋人を家に呼んでくるみたいなことはない？あったんですよ。聞かしてよ。大事件やんか。そう、私はその彼氏になる前にちょっと、うん、まあ、体の関係を持っちゃったって聞いて、みたいな、ちょっとうちでやんないでよみたいな、言わないでよって言ってあったんですよ。でもそのちょっと後に家に帰ったら、朝どうやらバスタオルが2枚あるみたいな。スケベ。スケベやね。
やりてえな、これ。私もやりたい。どこで出会うの？ないです。だからやっぱりアプリしかない。あ、やってる？いや、今はやってない。やってた時期もある。でもその同じ園じゃない友達とか保育士はほぼみんなアプリ。でも結婚する人とかもね、いっぱいいるもんね。なんか、やられてたんですよね。ダクサとか。そうなんでしょ。この世の全ての人に登録してる。どうでした？なんか本当に全然テレビとかで出すちょっと前ぐらいにあったのよ。で、私は大体1回目はかまととぶってタバコを、あ、すいません、吸わないですって禁煙のなんかとこ連れてかれて、タバコ吸ったの我慢しながら、ああ、ブリッコしてたのよ。ブリッコしてたら、なんか、え？なんかあれに似てません？でも芸人の、え？でもヒコロヒーって似てませんすごい。はい。どうでしょう？何この人かわいい。いや、めっちゃ似てますよ。ちょっと出しますよ、出しますよ。私が売れてなかった時にやってたしがない YouTube 見せられて、まだ逃げ切ろうとしたけど、最終的に無理で、バレて、そう、すみません、タバコ普通にいていいですかっていうのありましたね。付き合いました。いや、付き合わない。でも、今でもその連絡くれる。へー。R1 おめでとうとか、はいはいはい、友達、良き友達で、でもそういう人に出会いたいです。友達でいい。そうね、うん、確かに。それでも結果あるやもんね、友達になるか、吉野になるか。作ろうか。ありがとうございます。あら、ちょっといいペースね、あなた。みんなね、あ、あれ、どうした？お邪魔します。シネマ、どうぞどうぞ。シネマです。どうぞどうぞ、お二人。じゃあちょっと。今終わった？今終わりました。今だって何時よこれ。7時15分。お疲れ様でした。 ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。ではお疲れ様です。お疲れ様です。よいしょ。という保育士が伝言を預かりましたのでお伝えさせていただきます。一昨年の M を見て大好きになりました。ライブたくさん通ってます。ぜひお付き合いしてください。板倉とのことです。冷やかしではなく本当にお好きなようでしたのでお伝えさせていただきます。送りました。ありがとうございます。これはめちゃくちゃねぎられたんじゃない？いや、とっても本当に嬉しいです。はい、板倉って言ってたら板倉という保育士の女そうです、うん、ちょっとやりますね、うん、私の存在を教えていただいてありがとうございます。
そういう気持ちになるもんなんや。すいません。確かにな。なんか自分の仕事、やってて最高やなって思う瞬間みたいな教えてもらっていい？で私は今年度初めてあの卒園生を送り出したんですけど、そこで保護者と子ども含めてなんか色紙をプレゼントしてもらって、もうボロ泣きでした。お母ちゃんたちにも好かれてたってこと？信頼関係を築けたのかなってそこで再確認して、すごい嬉しかったですね。よかったね、それは。本当にこう、このね、世のためになる仕事。もちろん。で、なくてはならない仕事で、こう楽しそうにしてる顔を見るともうそれだけでああやってよかったなと思って。うん、もう本当ないと回らないですからね、どう考えたって、特に東京なんて。そうです。うん、ありがとうございます、本当に。ありがとうございます。世の中のお父ちゃんお母ちゃん、そして赤子たちのために今日もありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。明日も頑張りましょう。頑張りましょう。晩酌妖怪ヒコロヒーでした。この後行く。いいよ。めっちゃいいよ。大変だったね。でもなんかまあその大変やからああいう最高の一瞬がまた浮き出るんやろうなって。もうこの人たち仕事好きやなって思う。ああ、ねぎらいた、ねぎらいた。